では今日はですね、対談動画を送っていきたいと思うんですけども、先生、自己紹介お願いしていいですか。はい、大阪府高石市で鍼灸整骨院してる野中と言います。よろしくお願いします。まさに高石ってことで、僕岸和なんで、まあ、めちゃめちゃ近所なんですけども。はい、そうです ね地元民しかわからない話ですけども、え、先生はもう開業してどれぐらいになるんですか。2019年に開業しまして、ちょうどコロナが始まるちょっと前のところで、ちょうど丸3年ぐらいになりますね。なるほどね。実際今単価とかってどれぐらいでされたりするんですか。うちは今8800円で、はい、なかなかな値段取ってますね。そうですね実際、野中先生は、今年2023年1月からスタートの期で、はい、ハイブリッド入っていただいたと思うんですけども、入塾前ってどんな問題点とか課題、どんな状況だったんですか。そうですね、まあ、平均して、まあ、50万から60万ぐらいのところを行ったり来たり、100万を超す月もあれば、まあ、10万の月もあったりとか。落差やばいですね。そうですね、だから結果すごい不安定な状態 でだんだん集客がちょっとできなくなったっていう状況でしたねじゃあこう問題点としては集客が問題って感じですか。そうですね、集客がすごい問題でした。なんかそれを解決するために今までやってこられたこととかって特にないんですか。でだったら、まあ、チラシを配ったりであったりとか、っていうところだったんですけど、やっぱりチラシを配る地域というか整骨院も増えてきたので、ちょっとずつやっぱり今までのやり方では集めれなくなってきたっていうのがちょっと感じましたね。やっぱりそれはこう肌で感じるもんですか。ちょっと今までと違うみたいな。今まではチラシだけで全然集めれてたんですけど、いくら配っても全然反応がなくなってきたので、すごい感じましたね。そしてあれですよね、売り上げがこう波あって集客もできないとなったら結構もうバクバクですよね。めちゃくちゃしんどかったですねどうっすね、怖いですもんね、ほんとね。そうですね、はい。実際そういう状況で、入塾していただいたわけですけども、数ある講座の中でこの超ハイブリッド収穫メソッドを選んでもらった決め手って何だったんですか。決め手と言いますと、まあ古い友人がたまたま、はい、僕に連絡してくれてまして、で今そういう前川先生っていう方と、まあ、今一緒に仕事をしてるというのが報告された時に、その前川先生ってどういう方なんやろうって調べていくうちに、まあ、YouTube とかにもどん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 上がってくるようになってきて、でそこからまあ一度相談してみようかなという形で、入塾させてもらいました。まあ、実際こう YouTube とか見ていって、いやこいつはいいわってなるパターンもあるわけじゃないですか。はいはいはい。なんで、あ、この人ちょっと聞いてみようかなって、どの点でそうやって思ってくれたんですか。まあ、第一にその知り合いからの紹介というか、そういう方っていうのも入りはそうだったんですけど、まああんまりその何て言うかな、偶然とかっていうのはあんま僕は信じてなくて、まあそれが自分には必要なのかなっていう、その時が来たのかなっていう感じのこの人で、あとがどんなね、いい情報があったとしても、あんまり先生に決めようっていうのは最初から決めてました。なるほどですね。でまあ実際そういう流れがあって参加していただいたわけですけども、まあ、参加してから野中さんの状況がどう変わったかっていうのをちょっとね、お伺いしたいなと思うんですけど、僕野中さんの印象ってもう懇親会の時の印象しかなくて、なんか毎回懇親会で近くにおるイメージがあって。あ、本当ですか懇親会の時になんか結構僕は喋ってる印象があるんですけど、はい、横並びでね、カウンターで何回か一緒になってるイメージがすごいあって、はい、はい、だからすごい状況でどうなってるのかなって気になってるんですけど、どんな状況ですか今。まあそうですね、まあいろいろやり方とかいろいろ教えていただいて、まあ自分なりに考えて、まあ理解して、まあそれをとりあえずやってみようっていうことを実践してるっていう感じですね。でその中で、まあ、やっていく中で、まあ、今まで感じることのなかったような気づきであったりとか、まあ、いろんな経験ができたので、まあ、有益な情報っていうのはね、動画とか、いろんなところで、いっぱい投稿してくださってるので、まあ、そこからヒントを得て、まあ、行動するっていうことを中心に一歩やってるような状態なので、すごくアドバイスっていうのはありがたいですね。はい、実際こう集客数とか今売り上げとかってどれぐらいまで上がってる感じですか。そうですね、去年入塾する前とかだったら1名2名とかしか人気っていう問い合わせがなかったんですけど、まあだんだんいろいろやっていく中で、3月の新規っていうのは15名まで。もう結構上がってるっすね。そうですね、
来てくれました。はい、売上ってどれぐらい前伸びてる感じですか今。そうですね、入塾してから2ヶ月目で、135万まで行って、うんうんうん、で先月3ヶ月目で205万を売り上げることができました。ほんなら4月めっちゃ勝負ですね。そうですね、このまま落とさずに、まあすごい不安ですけどそうです、まあ過去の前例というかありますからね不安定な時期が多かったので、はい、いやでも、ね、2ヶ月続くって結構本物だと思いますし、3ヶ月目来たらねだいぶ安定するんで。そうですね、ちょっと4月あの気を緩めずに、まあ、緩んでないと思うんですけど、はい、進んでもらえたらなと思います。はい、でも実際そうやって野中さんの中でこの3ヶ月の間でどういった点がご自身で変化したと思います？急になんかマーケティングノウハウとかが上がるわけじゃないじゃないですかきっと。はいはい、そうですね、いろんな意識が変わったのかなと思うんですけど、はい、どんな意識が変わったとかってご自身の中でありますか？やっぱちょっと競い合える仲間ができたというか、うんうん、毎日そのね Facebook で結果とか、うんうん、送ってくださる先生とかの状況を見て、この人には負けたくないなであったりとか、うんうん、この人ができるんやったら僕にできないわけないやろっていうような考えで毎日は過ごしてるので、うん、孤独ではなくなりました。おー、なるほど。そうですね孤独辛いですよね。孤独で落ちていってたらもう最悪ですよね。そうですね、はい、うん、いや実際こう野中さんこう講座、まあ、現地に来て参加していただいてるわけですけども、はい、実際どうですかこう参加してみてこう雰囲気とかなんかいろいろあるいろんな講座ごとに色があると思うんですけど、どんな感じですか、はい、参加されてみて。そうですね、まあ皆さんすごい頑張ってるっていう、うん、そういう方がいっぱいなので、うん、頑張らざるを得ない状況っていう環境がすごいありがたいなとは思います。なるほどですね。で野中さんこう話まだ戻るんですけど、集客が15とかって、まあ、今で1桁だった方が2桁いってるって、はい、言ってる人は何をどうしたらそんな増えんねんって思ってると思うんですけど、はい、なんかその中で何を変えてそうやって集客が増えた感じですか？まずはそうですね、患者さんのことを常に考えて、うん、どうしたら来てもらえるかなっていうことを常に考えるようにしました。はい、うん、まあ今までだったらこちら側のね都合ばかり、うんうんうん、押し付けて、まあ、ポスティングしたら来てくれるだろうみたいな感じの、うん、考え方だったんですけど、まあ、それでは全然来てくれない状況だったので、うん、そうですね、まあ、その考え方が変わったであったりとか、うん、あとはこういうことをしたら患者さん来てくれるよっていうアドバイスだったりとかっていうのをやっていってるって感じですね。じゃあまあやるべきことが明確になって、もうそれをただこなしてるぜって感じですね。そうです、はい、うん、すげえすげえいい感じ。こう実際こう野中さんこうやって変化してきて、きっと野中さんの目標ってまだ200とかじゃないと思うんですけど、はい、目標どこに設定しててそこに対しての道筋って見えてるのか、それともまだちょっとハードル高いなと思ってるのか、どんな感じですか？そうですね、まあ6月までに300万、うんうん、とりあえずの目標は決めてます、うんうんうん、でその後っていうのはまあ安定して、うん、100万を続けていったりであったりとか、でもっと300万を経験したらもっと400、500とやるべきことが多分見えてくると思うので、うんうん、まあ、そういう状況に、まあ、レベルアップしていこうかなと思います、うんうん、なるほどですね。なんかこう言うたらまあ地元が一緒なだけに、ああこの地域でこんな結果出してる人いるんやっていうのを考えるとなんかすごいなってめっちゃ感じます。 ありがとうございますぜひですね、本当にまだまだなんかやるべきことたくさんあると思いますし、まだできてないことがある中で、ね、今の結果なので全て回したらかなり有名な院になるんちゃうかなと思うので。そうですね、そうなりたい。それをすごい楽しみにしておりますので、ありがとうございます。この辺で終わりたいと思います。最後にですね、はい、きっと動画見てくれてる人で当初の野中さんみたいに集客困ってんねんとか売り上がれへんねんっていう人がいると思うんですけども、まあ、そういった人に向けて何かメッセージをお願いしたいと思います。そうですね、まあ、僕自身もずっと悩んでて、一人で悩んでたんですけど、悩んでても何も答えが出ず、うん、時だけが過ぎていくっていう状況で、まあ、本来売り上げれるはずの売り上げっていうのが、まあ、損しているような状態なので、まあ、一日でも早く、前川先生に一度相談していただければいいかなとは思って、ね、なんか宣伝させたみたいでありがとうございますじゃあね、そんな感じで今日はね、お時間作っていただいてありがとうございました。ありがとうございます。